こんにちは、ドクターのケースです。遅れましたが白いちごの紹介やっていきたいと思います。楽しくやろうぜ。まずは各社から。はい、それじゃあレベル200まで持ってきましょう。こちらです。こちらがレベル200にしたリメイク白いちご。所属は死神フォロー。力属性キラーは死神キラー。必殺技戦いの本能。本能のまま暴れ、当たった敵全員に絶大ダメージを与え弱体にする。ソウル属性は強攻撃クールタイム 12% 短縮。力の死神キラーで今まで良かったのは山地ですね。強攻山地でもあれは遠距離なんで、そうすると近距離だとマユリとかなのかな。なので久々ですね。これはかなり重宝するキャラクターになるんじゃないかなと思います。楽しくやろうぜ。答えは一つ、本能だ。白いちご。いちごの内なる世界に存在するフォロー。見た目はいちごにそっくりだが、赤色や残月の色が白黒反転しており、性格も正反対で好戦的な部分が多い。イラストはね、残念ですね。全攻撃に弱体がつく。今回僕はレアツとかで、リメイクじゃない、転生スタークに、ランブの白夜と、ランブのヨルイさんをつけてみました。クールタイム10、11、12、強攻撃16、16、18、強攻撃ダメージ 50%、 クールタイム短縮 45%。 そうですね、じゃあ使ってみましょうか。死神と技の死神、違う、いいじゃん死神。2段目は蹴りなのか。4段スピードはまあ早めかね。まあ最近で普通。強1、前方と進行。強2、こんなもんじゃねえだろ。移動の距離は波からちょいいいぐらいです。強1、じゃあ強2、こんなもんじゃねえだろ。こんなもんじゃねえだろ。長い。強3、使ってみた感じ、ごめん、協賛、俺、その、ゲットしたときは全体じゃないって言ったけど、まあ全体でいいのかな。覚悟だ。あれ、なんでこいつ死んだのか。こんなにじゃねえだろ。やりおったな。え、今当たんなかったよ。
悟。はっ。こんなもんじゃねえだろ。表には、横にちょっと狭いのかな。もう一回使ってみようか。こんなもんじゃねえだろ。本気で。ゴミスピード多すぎだな。必殺技が抜けない。気分がいいぜ。久々に制限なく力を出せてる感じだ。気分がいいぜ。久々に制限なく力を出せてる感じだ。バカな。そんなもんかよ。あ、演出逃しちゃった。あ、もうやってねえのか。20体ちょっとね、行ってみようかと思ったんですけど、やってなかったっす、ごめんなさい。試練の塔の20体。今、クリア演出を見るために、ここパパッと行ってみましょうか。まあ、レアツとかで間違いないと思います。今は、継承してないんで、やってなかったけど、まあ、継承していいキャラだと思ってます、このキャラは。装備の付け替えはめんどくさくなるな。体力減りますが、こいつ強えな、やっぱ。こんなもんじゃねえだろ。あ、もうボスだ。気分がいいぜ。久々に制限なく力を出せてる感じだ。そんなもんかよ。楽しくやろうぜ。はい、今回は白いちごなんですけども、リメイクの方の白いちご、かなり強いと思います。先ほど言った力の死神キラー、今までは、この遠距離なんだね。そう、遠距離はね結構いて、僕ここら辺持ってなくて、で、そうか、ハロウィンハリベルがそういうタイプだったけども、こいつは火ダメ16なんで、通常攻略キャラとしてはちょっともったいないところがあるんですね。通常攻略で言うと、この山 G が
ダブルキラーでいい感じだったんですけども、今回この白いちご、自身がクールタイム短縮で、やっぱり強いというキャラはみんな自身がクールタイム短縮なんですよ。で自身がクールタイム短縮でなおかつ全属性、全攻撃に弱体がつくというところで非常に強い。こいつは継承して損はないキャラだと、息の長いキャラになるんじゃないかなと思います。はい、今回まで以上、グッズアミックでした。あとちょっと答えは一つ、本能だ。以上、グッズアミックでした。お疲れ様でした。